今回は藤沢修平の詩生小説の短編を朗読します家を出てどうするつもりなの それで晋助さんはどう言っているのおつえは畳みかけるように聞いたただ遊びに来たとばかり思っていた妹が帰りがけになってとんでもないことを言いだしたのだ問い詰めながらおつえの胸はひどく騒いだあの晋助と妹がいつからそんなふうな仲になったのだろう あの人は妹の幸は信助のことをそんなふうに言ったすぐに住む家を支度するって言ってるのどこ場所はどこ兄さんや母さんには言っちゃダメよ幸はにらみすえるような目できっと姉を見た。 い,いはしないからあたしにだけ教えて深川の柳川町よこの間二人で見に行ってきたわ裏棚だけどまだ新しい家なのお杖はぼ然と幸の顔を見守った幸は三つ下の妹だがイボマイである お杖の母親がおつえを産んで間もなく日立ちが悪くて死んだあとに今の義母の達が来た幸はこの義母に似て気が強い娘だった「姉さん少しお金貸してくれない?」と幸は言った「突然に訪ねてきた本当の用事はそれだったようである」 いくらいるの十両ほど幸は小さい声で言ったおつえは顎を襟に埋めて思案した金をやれば妹の家出に手を貸したことになるだろうあとで実家の義母や兄に叱られるかもしれなかったしかし幸は お杖が4年前に日夜思い描いてついにできなかったことを今やろうとしているようにも見えるいいよお金はあるからあげるありがとうメイさん幸はパッと顔を輝かせて笑顔になった金のこともさることながら家を出て 筆職人の信助と一緒になることをお杖に認められたことを喜んでいるように見えたやはり一人でした思案に心細さがあったのだろうお杖は立って床の間の棚から手文庫を下ろしてくると中にしまってある金を数えた幸が言う金を包みながら小判二枚を足した 大金だから帰りに落とさないように押し幸はうなずいて内懐にしっかりと金包みをしまった幸は浅黒い細表の顔をし目にも薄い唇にも気性の激しさが現れている母親が違うから当然だとも言えるが 色白でふっくらしているおつえには似ていなかった幸だからできるのだとおつえは思った気性が激しい娘だからそんな思い切ったことができるおつえは前より幾分頬が痩せその代わりにどこか生臭いほど女らしさが匂うような幸の顔をじっと眺めた 恋している女の顔だと思った幸は今信助に夢中なのだとわかる生き物の衝動に動かされて男に走ろうとしている娘を兄も義母も止めることはできないだろうでもこの娘は昔信助と自分の間にあった心の通いを知らなかったのだろうか おつえは微笑した打ち明けてくれて姉さんうれしいよでもよく決心がついたね幸はほほ笑もうとしただがその顔が急にゆがんで幸はふいに手で顔を覆ったそのまま絞り出すような声で言っただって お腹に赤ちゃんがいるもの「サチお前」と言っただけでお杖は絶句した顔を隠したまま小さく肩を震わせているサチの姿を恐ろしいものを見るように見たその時廊下を静かな足音が近づいてきてふすまの外に止まった。 ふすまは開かれずに声だけが聞こえたおつえさんわかっていますねそろそろしたくなさらないと間に合いませんよ底冷たい感じの声は姑の浜の声だったおつえは今夜浜と一緒に門前仲町にある料理茶屋に行って客を接待することになっている 客は幕府のお材木奉行の下役だから手落ちのないようにと夫の義次郎に言われている趣向、うん、芸技の手配は全部済んであとは姑とその茶屋に行って指図するだけだがおつえは今夜は自分も首席に出なければならないだろうと思っていた義次郎は外に妾がいて 心がが通うことのない夫婦だ義次郎はおつえの器量だけは自慢でそうするように強いるのである姑の声には長っちりの客に対するいらちが含まれているおつえは逆らわずに返事した「はいすぐに支度いたします」幸が顔を上げた。 素早く鼻をかむと帰ると言った幸を店先で見送って自分の部屋に戻ってきたがおつえはすぐには支度にかからなかったまっすぐ床の間に行って違い棚の上からすずり箱を下ろすと静かに座ったすずり箱は黒漆に日輪と まさに飛び立とうとする鶴を金銀と塩漆で描いた蒔絵細工でできていた蓋を開けるとお杖はその中の筆を一本取った軸は珍しい半竹で筆毛は実家の兄の見立てでは信濃さんの馬毛を使っているらしいという品のいい巻筆だった。 筆は4年前に深川浜栗町のこの家材木問屋和沙屋に嫁入ってきた時うどの中にくわえられたものだったがお杖は時々出して手入れしたり眺めたりするだけで一度も使ったことはないお杖は筆をすずり箱の中に戻すと廊下に出て女中を呼び支度にかかった。 嫁いる日の3日前にこの筆を届けてきた新助のことを考えていたその時お杖は新助が心を届けてきたのを感じたのだが今日の幸の話でお杖は新助がもう一度遠いところから心を届けてきたのを感じている。 ちにどんな成り行きから信助と結ばれたかをお杖は聞かなかった聞かなくともおつえには分かったのだあの人はまだ私を忘れていないだがそのことは誰にも悟られてはならないことだと思った廊下に女中の足音がした お杖は自分がうっとりと笑顔になっているのに気づいて慌ててその笑いを消したひと頃おつえにはいつか紳助の嫁になるのだと信じて疑わなかった時期がある佐賀町にある船宿橋本は屋根船2艘チョキ船5艘船頭20人を抱える家で。 おつえはこの家で生まれ育ったすけをいつごろからそんなふうに思い定めるようになったかはわからないただおつえの小さい頃橋本は近所の子どもがよく寄り集まって遊ぶ場所だった広い裏庭がありまた家の中にもどこかに空き部屋があったから子どもたちは遊ぶ場所に事欠か,かなかった お杖が子供もたちを連れてうちに上がり込むと義母の達は顔をしかめたが千年病死した父の義兵はうちの中が賑やかでよいと言って許したそういう子供の頃の遊び友達はしかし十三四になると奉公に出る子家業を手伝う子稽古ごとに通うこといつの間にか別れて。 群れて遊ぶことはなくなったそしてある者は町を出て行って顔を合わせることもなくなった新助も神田の田所町というところにある筆屋に奉公に行った新助の父は小名木川の南下市に広がる海辺大工町で働く船大工だったが 新助の兄には自分と同じ仕事を継がせるものの次男の信助には別の職人の道を選ばせたのである信助はいったんお杖の前から姿を消したがある年の夏の藪入りの日にひょっこりとお杖の家に現れた見違えるほど背が伸び大人びて見えた その時、心助が十五で自分が二つ下の1三だったのをおつえは今でも覚えている遠慮する心助をうちの中に招き入れて何を話したかは覚えていない心助はもともと無口な太刀だったがその時はことに何もしゃべらなかったような気がする色白だがキリッと締まった顔に 時々微笑を浮かべていたのが記憶に残っているだけであるおつえが一人で喋っただけである多分方奉公先のことでも聞いたに違いないあの時信助が立ち寄らなかったらその後二人が会うこともなかったに違いないとおつえは今でもそう思うだが信助はその後も 藪入りのたびにおつえの前に顔を見せた二人で下佐賀町の森島屋に行って木そばを食べたこともあるおつえが自分と信助を結びつけて考えていたのは船宿の娘だったせいもあるかもしれない船宿は船で客を送り迎えするばかりでなく男と女が忍び合う場所でもあった おつえたちは家の者のに二階に上るなと口やかましく言われたが様子ありげな男女が二階に消えてそこで何が行われているかは子供心に知っていたようであるだがおつえの望みが無残に砕かれる日が来た。 浜栗町の材木問屋上総屋の主人木左衛門はもてなす客を深川の遊書に運ぶためにあちこちの船屋と契約していて橋本もその一件だった橋本では上総屋の用ができると何を置いても船を出し大川を横切って客を迎えに行く。年に何度か。 機材門は橋本に来て金を払いもてなしを受けて帰った家の造作を変えたり新しく船を仕立てるのに金がいると聞けば即座に催促なしの金も貸した一台で店を起こした人間らしく豪気に金を使ったその機材門がお杖を見初めて息子の嫁にと言い出した時 お杖は自分の運命が決まったのを悟った上総は義理のある家だった信助に打ち明けて家を出ようかとひそかに思わなかったわけではないだが思ってみただけだった信助はまだ年季も明けていない修行中の身であるそれに 約束ができているわけではないとおつえは思ったしんすけの嫁になりたいというのは自分の胸の内のことだけだったそのことで二人が話し合ったことはなかったしんすけがどう考えているかはわからないことだと思ったのである婚礼の日取りが決まりやがて 次々と嫁入りのちょうどが運び込まれて周囲がざわめいていく中でお杖はぼんやりしていたそういう時に信助が一本の筆を届けてきたのである部屋にいるお杖に箱に入れた筆を届けてきたのは幸だった信助が来てお祝いだと言って置いて帰ったと幸は言った 帰った。おつえは顔色を変えたどうして上がってくれって言わなかったの言ったけど急ぐからってチは姉の剣幕におびえたように小さい声で言ったおつえはチの言葉をおしまいまで聞かなかった部屋から走り出た橋本は、 油掘りにかかる下の橋の際にあるおつえは道に出ると慌ただしく左右を見回した日暮れ近い道には忙しげに人影が動いていたがその中に信助の痩せた長身は見当たらなかったおつえは橋を渡り下佐賀町の町通りを抜けて永代橋まで行ったおそらく たただならならいい顔をしていたはずである小走りに橋を渡っていくお杖をすれ違う人が何人か振り向いてみただが永代橋を半ばまで渡ったところでお杖は走るのをやめのろのろと欄干に寄った秋の日差しが斜めに川の水を染めていた。 橋本がある辺りから下佐賀町の白壁の蔵が並ぶ辺りまで下子の家々は赤く柔らかい光に包まれ霊岸島から中州に延びる西菓の家々は黒ずんだ影を川に落としているその間を二丁炉のチョキ舟が3層ほど矢のように滑っていく上流にも船の姿が見えた。 そのの中には橋本の船ももいるかもしれなかったあの人は私が嫁に行くことを誰に聞いたのだろうと思った今年の藪入りに紳助は橋本に顔を出さなかった。 去年だってちょっと顔を見せただけで上には上がらなかったのだから仕方ないとお杖は思っていたのだ。新助はもう大人なのだからと自分に言い聞かせたが寂しい気持ちは残った。だがあの人は遠くから忘れずに自分を見守っていてこうして心を届けてきたのだと思った。だが もう遅いと思った時川景色が不意にあふれ出る涙にぼやけたしかし門前仲町の料理茶屋雄花屋に着いた時お杖は今日来た幸のことも信助のことも胸の中から消していた材木問屋上総屋の女将になっていた舅の喜左衛門が おととしの暮れに急な中風で倒れ10日と寝ないで亡くなった後は吉次郎が上総屋の当主だった客のもてなしに采配を振るうのは当主の女房である姑の浜も来てはいるが一通り目を配るだけで主席に顔を出したりはしないお杖は茶屋の主人夫婦番頭 女中頭に改めて挨拶しもう一度もてなしの手はずを打ち合わせた部屋の外に出てから女中頭に多めに心付けも渡したそして主席が整い吉次郎が客を案内してくると自分もその席に出たその夜の客はお材木奉行の下役だという武家が5人で。 はじめ頃合いを見ておつえが頼んでおいた芸者を呼ぶと座はいっぺんににぎやかになった酒が入った客は芸者の三味線に合わせて渋い喉を披露したり手踊りに合わせて自分も立って踊ったりし結構遊び慣れているのだった最後に、 箱の底に小判を忍ばせた菓子折りを差し出すとそれが合図のようになって3人が帰ると言った帰る客を玄関先の籠まで見送り急いで元の部屋に戻って残っている上役2人を別の部屋に送り込むその2人にはそれぞれ芸者がつき改めて飲み直して泊まることになるのである。 そこまで始末をつけるとおつえはようやく上総屋の者の,の控え部屋に帰った姑の浜は先に戻ったらしくあんどんの光だけが部屋に瞬いていたピンと張り詰めていた木が緩んで一時に疲れが押し寄せてくるのを感じながらおつえは物縫い手つきでお茶の道具を引き寄せた 湯がぬるくなっていてお茶はうまくなかった強いられて飲んだ酒が体の中をトクトクと走り回っている一刻も早く家に戻って眠りたいと思った廊下に足音がしたと思うとすぐに襖が開いて夫の吉次郎が入ってきたご苦労をかけたな。 珍しく義次郎は座りながらそう言ったがおつえは返事をしなかった義次郎に腹を立てていた史席での義次郎は商いの話らしい話もできずただヘラヘラ笑い歌えと言われれば歌ってまるで奉還のようだったのだ舅の座持ちはこんな風ではなかったとおつえは思う。 舅の木左衛門は十分に客を遊ばせながらその間に商売向きの話は話できっちりとつけた楽しませてあげるからには元は取らせてもらいますぞという気迫がにじんでいて一瞬相手が酒が冷めたような顔になる場面も手伝いに出たおつえは見ているそれでいて木左衛門は 最後には愛嬌のある同魔声を張り上げて「とっちりとん」などを歌い客にやはり十分もてなされたと思わせるコツも心得ていた「義次郎にはその貫禄がない」「吉原だ近間にある丘場所だと二十歳前から遊びに精打してきたというのに史跡の客はしらいも満足にできないのかと」とお杖は歯がゆくなるのだ。 よし次郎は酔っていた小太りの状態をゆらゆらとゆすりながら言った「俺にもお茶をくれ」「湯がぬるいからおいしくありませんよ」「なんでもいいや」よし次郎は投げやりにいおつえがついで出したぬるい茶をガブガブと飲んだそして殻の茶碗をつかんだままじっとうつむいている。 おつえは傷まりになってきた。三十になる義治郎には油ぼりのそばの石器町に目かけがいて、三日に一晩はその目かけの家に泊まってくる。おつえは目かけのことなど何の興味もないが、女中のおなかの話によると、女はおつえが嫁行ってくる前からのなじみで。 次郎より一つ年上の芸者上がりだということだったその女のことが分かった時からおつえは義次郎に言ってネマを別にしてもらった客の前でこそ上総屋の主人夫婦という体裁を作っているが目の前にいる男としみじみと夫婦の語らいなどしたことはない 「お先に帰らせてもらっていいかしら」とおつえは言ったお支払いのことでちょっと下で話もありますから「ちょっと待てよ」膝を起こそうとしたおつえを義次郎は手を挙げて止めただがそう言っただけでまたうつむいてしまった「何か御用があるんですか?」 磯村さんのことだがな吉次郎は顔を上げるとおつえの顔を見た酔いに染まった肉の厚い顔の中に臆病そうな目が光っているお前をなんとかならないかと言ってるんだ何のことですか芸者じゃ気に入らないらしいんだよ何を言ってんですか 立ち上がりながらおつえは思わず鋭い声になった磯村というのは残った上役のうちの一人である飲んでいる間中変に絡みつくような目でおつえを眺めくどく酒をしいたあの男だおつえは寒気がした「バカなことを言うもんじゃありませんよお前さん それでも男ですかそんな飽きないしかできないんですか情けないおつえの罵りに義次郎は顔を上げなかった問答無用だと思っておつえは立ち上がると部屋を出ようとしたふすまに手をかけてそこでふと義次郎を振り向いたのは 思わず口を出た自分の一言に不安を覚えたからである本当にこの人はそんな商売しかできないのだろうか喜左門がいなくなったといっても店にはし七という老練の番頭がいるおつえは店の商いのことまで心配したことはなかっただが今の吉次郎の言葉で その確信がにわかに崩れるのを感じたもてなした相手にそこまで言われたということは義次郎がよほどなめられているのかそれとも上総屋に女房が体を売らなければならないほど切羽詰まったことが起きているかどちらかだろうどっちにしろ尋常なこととは言えないそう思いながら お杖は丸く盛り上がった肩を見せてじっとうなだれている義次郎を少し不気味なものを眺めるように見た義次郎はおつえがふすまを開けて廊下に滑り出ても振り向かなかった一度は訪ねてみようと思いながら実際におつえが 柳川町の妹が住む裏棚を訪ねたのはそれから3年近い月日がたったある日だった上総屋から見れば無論実家の橋本と比べても小屋みたいに狭い家だったが幸は家の中を小切れにして住んでいたもっとひどいところかと思ったら案外にちゃんとして住んでいるじゃないか。 お杖はよちよち歩きで近づいてきた子供を抱き取りながら家の中を見回した子供は女の子で何度かお杖の家に幸に連れられてきているので臆せずにお杖の膝に乗った狭くってねお茶の支度をしながら幸は笑ったこの頃は慣れたけどさ初めの頃は あっちこっちにぶつかりそうになって往生したわ女は男によって変わるというが幸は職人の神さんが板についた口ぶりでそう言った「しんすけさんは変わりない?」それが相変わらず幸はクスクス笑った幸せそうだった 朝出かけるのも夕方戻るのも測ったようにきちんとしててね家にいてもあんまりものをしゃべらないし何が面白いんだかと思うけど幸は幸福そうに店主の悪口を言った神田のお店でもそんな風かと思うと気が引けちゃうわもともと口数が少ない人だったからね お杖はしかたなく相づちを打ったでも腕はいいらしくてね幸はお杖にお茶を差し出しながら言った今親方さんにそろそろ独り立ちしてはどうかって勧められてるんだっておやそうかい芝の方に今売りに出ているお店があるのよ表棚なのでも 私も少しはお金を貯めてあるけどさ、とてもお店を買うってお金じゃないから、親方さんは、うちの人にその気があるんなら、お金の面倒は見るって言ってくれるんだけど、だったら迷うことはないじゃないか。いい話じゃないの、幸。実はこないだ、うちと二人で見に行ってきたのよ、そのお店。そしたら、 少し手を入れなくちゃと思うところもあるし、まだ決心がつかないのよ。何しろこれまで小さく暮らしてきたからね。佐賀町だってそういう事情なら少しぐらいのお金は都合してくれるんじゃないおつえは実家のことを言った。もう大丈夫なんだろう 兄さんも前のようにうちの中にあげるなとは言わないけどねでもあのうちは苦手だあたし幸は言って台所に立っていった目の前を横切った妹の下腹の辺りが少し膨らんでいる感じなのをおつえは見たすぐに間違いないと思ったおつえの胸に羨望の思いがあふれた 台所で包丁の音を立てている幸に声をかけたまた赤ん坊生まれるのかい包丁の音が止んで一瞬台所が静かになったがすぐに幸の明るい声が聞こえた気がついた私恥ずかしい恥ずかしいことがあるものかね姉さん羨ましいよ おつえがそう言ったた入口のがが開いた幸が茶の間をのぞいておつえに「ほらね」と言ったそして入ってきた新助に「お帰りなさい」と言った新助は茶の間に入っておつえがいるのを見ると呆然と立ちすくんだがおつえが「お邪魔しています」と言うと慌てて膝をそろえて座り「いらっしゃい」と言った。 その様子を笑いながら見ていた幸が言ったお前さんちょうどいいところに帰ってきたあたしちょっと表でもち菓子でも買ってくるからお相手しててよ姉さんが初めて来たというのにさお茶菓子もないんだからこのうちはいいよそんな気を使わなくともそれにあたしもそろそろおいとましなくちゃお杖は止めたが サチは履物を突っかけて出て行った。シ助が長火鉢の向こうにあぐらをかくと、子供はおツエの膝を下りて父親の方に移っていった。しばらく沈黙が続いた。おツエはシ助に向かって、言うことが溢れるほど胸に詰まっている気がする一方で、もう、 いうことなど一つもも残っていないような気もしていいいななよう気したお茶道具を引き寄せてしんすけにお茶をついでやりながらおつえはつとめて明るい顔をつくっていった「今度表棚に引っ越すそうじゃありませんか」「表棚?」「しんすけは子供をあやしながらけげんそうな顔でおつえを見たそして苦笑した」 まだ先の話ですよあいつもうそんなことを話したんですかいまた沈黙が来たおつえの胸にまたしんすけに向かって言わなければならないことがあるという気持ちがあふれるお店の方どうですかふいにしんすけが言った顔を上げると 助の目がじっとおつえを見ていたたかく包み込むような目の色だったいろいろうわさを聞いてますよ「め、かずさやはもう終わりですよ」とおつえは言ったずさやは修とが死んで義ろ郎が家業を継いだ当時 すでにあちこちに少なからぬ借金があったその穴埋めを焦った義次郎と番頭の加七が材木の思惑外に手を出しそれがひどい見込み違いをきたしたために一度に傷口を広げることになったそのことをおつえが知ったのは2年ほど前である。上総屋は再起不能に陥っていた 大きな店だから一度に潰れるようななことはない。吉次郎は先にある別宅や牙に残る土地を売ったりして当座の催促の厳しい借金を切り抜けてきたがそれでもまだ払い切れない借財が残っていたまだ夢見るようなことを言っている吉次郎にお杖は半月ほど前にようやく。 もう住んでいる家を売るしかないのだと諦めさせたばかりである浜マ町の上総屋は間もなく人手に渡るだろうこんなことになるんだったら紳助がうつむいて低い声で言ったいやこうなると分かってたらあの時ダメよおつえは鋭い声で遮った それを言っちゃしんすけさん町に黄昏色が立ち込める頃おつえは妹の家を出た来る時は籠を雇ったが帰りは歩いた間もなく気軽に籠に乗る身分でもなくなるという気持ちが胸の中にあった家屋敷を売って残る借材をきれいにした後 せめて小さな商い棚でも開けるほどの金を残そうとおつえは今その採択に必死になっている小なぎ川に架か,かる高橋に登ると四方に平べったく広がっている町が見えた西空にかすかに朱の色が残っているだけで町も大川の水も青黒く暮れ色に包まれようとしていた 家々の窓にぽつりぽつり明かりがともり始めている4月半ばの一日はくれてもまだ暖かかった心助が言いかけた言葉を思い出した時おつえはふいに目に涙があふれ頬を伝うのを感じた心助が何を言おうとしたかは分かっているだが過ぎた歳月は もう取り返すことができないのだとおつえは思っていただがすけの言いかけた言葉で押しかける才木との応対ですり減り乾ききっていた気持ちがわずかに潤ったようでもあったすれ違う人もいないほのぐらい道を幸いにおつえは涙があふれ出るままにして歩いた 奉公人が去った大きな家は夜になるとがらんとして不気味なほど静かだった家に入って茶の間を覗くと手邪で酒を飲んでいた吉次郎が弱々しい声で言った帰ってきたのかただいまもうどこかへ行っちまって戻ってこないのかと思ったよ戻ってきましたよ すがりつくような夫の目を振り切っておつえは病気で寝ている姑に挨拶し自分の部屋に帰った仕事に失敗し妾にも捨てられ借金取りに責められてすっかり育児がなくなった義次郎はともするとおつえにすがりつく気配を見せる煩わしく腹立たしかっただがそう思う気持ちの中に おつえはかすかにこれまで知らなかった夫婦の情愛らしいものが動くのを感じる手ごわい借金取りが来る日はおつえは自分から出て行って夫を後ろにかばいたけだけしく押収するのだ昔思うと夢のような変わり方だとおつえは自分を思う部屋に座りながら おつえは茶の間で一人酒を飲んでいる男のことを考えた「育児なしでも夫婦は夫婦だ今更どうなるものでもないと思う昔は吉原で豪奢な遊びをした男が釈をする人もなくひっそりと盃をすすっている姿はやはり哀れだった」おつえは思いついて 床の間の棚からスズリ箱を下ろしてくると蓋を開けた。そして思わずあっと声を上げそうになった。新助にもらった筆の根元が虫に食われていた。そろそろと持ち上げてみると無残に毛が散った。この二年ほど傾く家の始末にかまけて。 手入れする暇もなくそのままにしておいたのが悪かったらしいあの人とのことが終わったということかもしれないおつえは帰り道で思い切り泣いたあと少し遠ざかったように感じるしんすけの顔を思い出しながらそう思ったおつえは指に力を込めて筆を折ろうとしただが不意に思い直して 傷んだ筆をそっと箱の中に戻した見る影もないその筆に輝くようだった若い自分の残光を見たようにも思ったのであるそれはそれで大切にしまっておくものかもしれなかった硯箱を棚に戻すとおつえは吉次郎に酒を切り上げさせるために部屋を出た。 放っておけば吉次郎は酔いつぶれるまで飲み続けるのである夫婦と病気の姑のほかは女中一人しかいなくなった家の中は暗くひっそりとしている暗く長い廊下を歩きながらおつえは夫に何か優しい言葉をかけてやりたい気持ちになっている 今回の朗読はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに